動物と戦う英雄を描いた円筒印象とその陰影。マリのイシュタル神殿で発見。紀元前2600年頃の初期王朝時代、ルーブル美術館所蔵円筒印象は古代、メソポタミアで所有者などを示すために使用された印象である。図や文章が書かれており、様々な情報がそこから得られる。最も初期の円筒印象は、紀元前36世紀頃の層から発見された。 シャファラバードで発見された陰影であり、この時代以降、手紙や契約文書の主体を示すために急激にメソポタミア各地へ広まった。初期においては、書簡や容器を封じるための紐を粘土で覆い、その粘土に、円筒印象を押し付けて転がすという方法で、用いられた。ウル第三王朝時代になると粘土版文書にも、円筒印章が使用されるようになり、王や王妃、官僚。 商人などの陰影や印象が多数発見されている。設計文字の普及範囲と、円筒印象の普及範囲は大体一致し、ヒッタイトやエラムなどでも用いられた。紀元前1000年期半ば頃から次第に記録媒体が、年度版から洋紙やパピルスに移るようになると、設計文字が用いられなくなり、年度版に押し付けるようと思った、円筒印象も使用されなくなっていった。ありがとうございます。